今回は家庭用エアコンの真空引きです。これはエアコン移設などでやることが多いです。このためだけじゃないですが、車のエアコンにも使えるので、真空ポンプ、ゲージ、フレアカッターのセットをヤフオクで購入。早速使ってみたいと思います。新品のポンプモーターにはオイルが入っていないので、付属のオイルを規定量入れます。ここでゲージだけを紹介します。今回は移設の真空引きのため、こちらのメーターのみ見ます。黄色いホースは真空ポンプへ、青いホースは室外機に取り付けます。青いホースを室外機につなげました。この段階では矢印のバルブはまだ閉まっています。閉まってることを確認します。真空ポンプの電源を入れ、ゲージ側の青いバルブを開けると、ゲージの針が動くと思います。ゲージの針がマイナスの方に触れていれば OK。 正式には真空引き中はここの蓋のボルトを締めておくらしいです。ここから15分から20分放置。15分経ったのでポンプを止めます。ゲージ側のバルブを全部閉めて、この針がゼロの方に戻らないかどうか10分ほど放置します。10分後、メーターはマイナスのままなので漏れはないようです。青いホースのバルブを閉めます。室外機から青いホースを外します。
外機のバルブを全開にします。こちらも全開にします。電源を入れ、室内機でテストします。10分後、ガンガンに冷えました。これで終了。ゲージの赤いホース側は使ってませんが、きちんとポンプダウンしたエアコンなら移設はこの作業で終わりです。冷媒がない場合は赤いホースも使います。ゲージや真空ポンプをレンタルもしくは買うにせよ、家庭用エアコンは大体同じ作業らしいので、他の施工動画とともに参考程度にどうぞ。